ソウル特別市内の一ロッテワールドは大韓民国のソウル特別市松博にあるテーマパーク。運営はロッテグループのホテル事業であるホテルロッテのロッテワールド事業本部。1985年に着工。1989年7月12日にオープンした。マスコットキャラクターはロッティローリー。施設にはロッテ百貨店、免税店を併設し、 観光名所として知られている。ソウル首都圏では、エヴァーランド、ソウルランドと合わせ三大娯楽施設と呼ばれることがある。遊園地である、ロッテワールドアドベンチャーは、屋内のアドベンチャーと、石村湖に突き出した屋外のマジックアイランドを合わせた部分であり、その他、ロッテワールド民族博物館、アイスリンク、ホテルなどがある。ロッテワールドアドベンチャー内部。 マジックアイランド正面ロッテワールドアドベンチャーは1989年7月12日に開業し、マジックアイランドは1990年3月24日に開業した。現在は40以上のアトラクションがある、韓国内でも大規模のテーマパークである。2011年の来場者数は758万人で、世界のテーマパークランキングで11位を記録した。 2006年3月26日、同年3月5日に起こった従業員の転落死亡事故のお詫びとして、パークを同年3月31日まで無料で開放したが、パークのキャパシティをはるかに超える10万人の観客の殺到により35人の負傷者を出すという事故が起こった。これを受けて27日以降の無料開放を中止する措置を取った。2007年1月、 施設の安全性について深刻な問題があるという診断を受け、1月8日からは営業を臨時中止していたが、同年7月1日、約85億円が投入された全面的な安全改め補修を済ましてから、ロッテワールドシーズン2を宣言し、営業を再開した。テレビドラマ、天国の階段や、ランニングマン、ボスを守れ、ジキルと、 ハイドに恋した私の撮影で使用された。2014年から2015年にかけて、京商南道近海市長うどんに、近海ロッテウォーターパークをオープンしていた。2014年10月14日、ロッテワールドの近接地のロッテワールドモール内に、ロッテワールド水族館をオープンした。その後も2016年には、オンタイラロッテモールにロッテワールドキッズパークをオープン。 2017年4月3日、ロッテワールドのすぐ向かいにロッテワールドタワーをオープンした。2021年に、富山広域式、長軍の東不在観光団地のオシリアテーマパークに、富山ロッテワールドマジックフォレストテーマパークが会場予定である。詳細は、ロッテ火災ゴルフを参照1990年代、東京都江戸川区火災臨海地区のロッテ所有地に、 ロッテワールド東京を建設する計画があり、実際にアセスメントまで実施したが、近隣に東京ディズニーシー等競合施設が建設されたことなどを受け、同計画は凍結。着工に至っていない。中華人民共和国信用紙に建設。2014年に一期工事が完成し、ショッピングモールが営業を開始。続いて二期工事のテーマパーク、オフィスビルの建設が始まったが、 2016年に韓国内の THAAD ミサイル配備に伴い中間関係が悪化すると中国当局が消防法違反を理由に工事許可を取り消した。2018年現在も工事完成の目処は立っていない。1989年にオープン当時の入場券価格は4500ウォン、フリーパスは13000ウォンだったが現在は フリーパス5万9000ウォンとなっている。既存の入場券はフリーパスに統一された。また、外国人観光客のための外国人のフリーパスも存在する。ありがとうございます。